自身がジャイアントキリングだというふうに話してましたけれどもね、さあそんな中で今日のゲームのハイライトが準備できたようです。改めて今日のゲーム振り返っていきましょう。ホーム2戦目ということになります。まずダブルスはチョスンミン・イガラシペアの金沢ポート、琉球は吉村真春・周遊ペアということで、はい、どちらも両監督が試してみたかったペアというところのマッチアップでした。そうですね。そして金沢ポートとしてはですね、はい、やはりまだダブルスを1回も、ね、勝ててなかった中でのこの勝利でしたので、うん、一気にこのダブルスの勝利で勢いづきましたよね。結果としてはこのダブルスを最初取れたからの今日のゲーム勝利につながってませんか。そういうことですね、はい、間違いないですね。やはりその中で今日何度も言いましたけれども、チョスミンの第一戦目の緊張はあったと思いますけれども、はい、素晴らしいプレーと、また五十嵐がね思い切ってね、いいボールいっぱい打ち込みましたよね。そうですね。これは新たなチョスミン五十嵐というところのファーストマッチダブルスは各チーム対戦相手には脅威になってくるかもしれません。いやなってきますね。そしてその後にこの田中健太チョスミンというシングルがいるとなるとですね、はい、このダブルスを落とせないというのはかなりプレッシャーですよね。そうですね。セカンドマッチは田中対吉村真春、ただその田中に対して吉村真春がベテランらしい、はい、そうですね。まあいわゆるこう大人の卓球というかですね、真春の本来のプレーとはちょっと離れたプレーだったんですけども、はい、まあ、それがまたできる真春の強さという経験値ですね、はいはい、やはり真春のこう今の強さというのを、ね、目の当たりにした試合だったし、田中にとってはこれはいい勉強になったんじゃないかなと思いますね。11対9、11対9、11対5、ゲームカウント3対0、ストレートで吉村真春が取ってマッチカウント1対1でのサードマッチでした。ここが今日はゲームの一つの山だった、はい、ポイントだったかもしれませんですね。なかなかこの2人でしかこう見られないね、はい、相手に打たして点数を取るというね、はい、お互いにそういうケースはあんまりないんですけども、はい、そこをねお互いに徹底して打った方が負けみたいなね言い方はちょっとあれですけれども、そこを最後まで健太が貫いたというのはやはり 0-1-1-5 ですね、はい、2ゲーム間 の逆転がこう全てを決めたような気がしますね。まあ坂本さんの解説の通り、ここのゲームポイントが大事だよっていうところを取った松平が、はい、そうですね、はい、結局逆転で勝利を収めて、さあホーム初勝利になるかというところのフォースマッチはチョスンミンと吉村和弘、はい、やはりこうチョスンミンはねデビュー戦ということで、うん、またね絶対に勝たなきゃいけないという期待をね込められて出てますから、はい、そこのプレッシャーあったと思うんですけど、まあ、はい、ダブルスで勝利を収めたことでね、うん、素晴らしいね勝ちになりましたよね、はい、さあという中でこのフォースマッチに関してはもう完勝だったかなというような気がしなくもないですが、そうですね、また和弘もね素晴らしい選手ですけれども、ここまでね一方的に負ける試合ってあんまりありませんから、まあ、それだけチョスンミンのね出来をね褒めるしかないかなと思いますね、はい、特にサーブ力が素晴らしかったですね。という中でチョスンミンがこの T リーグで今年はかなり面白くする選手の一人になってきそう。そうですね、はい、やはりね、まあ、いろんな試合があるんですけれども、できる限りね、まあ、金沢ポートとしてはチョスンミンに来てもらってね、はい、一緒に試合に出てね勝ちをどんどん重ねていきたいというね強い気持ちがまた芽生えたんじゃないかなと思いますね。またいいマスクしてるから人気も出そうですね。間違いないですね。